ティ安西くん一押しのセンチメンタルグラフィティは全国各地で12人の女の子と恋の思い出をたどる恋愛シミュレーションゲーム、この中でやっぱりお気に入りの子が、はい、この子の名前は、わー森加穂。どんなところが、わーもうなんかこれはね、はい、ゲームのね、はい、中の女の子、はい、実際の女の子だったらどんなタイプの女の子がいいかな。清純、清純派出たな話ゲット。ダンディ男が多いね。男が多いよ。あ、うん、な、い、え、いた、いた、い、いた。あ、一般の方ですか。一般の方ですか。え、お友達。え、お付き合いしてる、お付き合いしてるの、してるんですか。してるんだ。テレビ東京ゲームウェーブ嫌い、彼氏いますか。いないです。いない。いいです。ぴったりした子がいいっていうことなんで、ちょっとごめんなさい。次からは思わず本音が出てしまった。大体ね、安西君注文が多すぎる。もうダンディでもさ、彼女いないのにさ、大体まあまあいいや。気分転換に始めたゲームにすっかり夢中になるダンディ。こんなことで本当に安西くんの彼女を。地球を守る5人組の少女が大活躍するアドベンチャーゲーム。テンポよく侵略者を倒していくのだ。すごい。ゲームに飽き再び歩き出したダンディは大勢の人だかりを発見。そこで行われていたものは、見ました。ミニスカポリス。内森ちゃん、ダンディがね、一生懸命ね、視聴者のために女の子探して一生懸命汗だくになってやったのに、なんで歌歌ってね、キャーキャー言われて同じ色着てんのに、ミニスカポリス。しかし、ちょっといいですか。テレビ東京のゲームウェーブっていう番組なんですけど、できれば彼女を作りたいと、お友達からでもいい、お願いしますというのが来たんですよ。それで私今見てて、このコスプレと、そしてあなたたちの顔を見て、これはいけるということでお願いに来たわけです。来てくれますか。あー、いいですよ。絶対ですよ。ゲット。いいですか。すごい楽だった。ゲット、待ってますから。やった、すごい可愛い子。はっきり言ってもったいない、ダンディが好き。いいです、今日です。この後いいですか。いいですか。やりました。ミニスカポリスから女性運をもらったダンディ。何人かの女の子には迷惑そうに断られたものの、前半とは見違えるように恋人候補を次々ゲット。結局20人以上に声をかけ、ゲットしたのは6組10人の女の子。早速ダンディは安西くんとメガドライブの名作2本が1本になって登場。おなじみのミッキーとドナルドが大冒険を繰り広げるアクションゲームなのだ。ゲームセンターで大ヒットしたバルガス、ヒゲマル、ソンソン、エグゼトエグゼスの4本のソフトがプレイステーション版、サタン版で同時発売。懐かしいゲームがお家で楽しめちゃうのだ。